倉掛山は、神奈川県足柄下郡箱根町と静岡県田形郡神波町の境にある、標高1四メートルの山である。箱根古希外林山の一つ。湯河原火山が大きく侵食されてできた峰で、そのにそこに発達しているのが、湯河原温泉である。その位置的な関係上、現在山頂には、NTT や NTT ドコモの倉掛無線中継所の、他に、 警察庁関東管区警察局の通信施設もあり、箱根が入林山の東側にある、双子山無線中継所とともに、東京方面と東海地方をつなぐ無線通信網の重要な拠点となっている。かつてその場所には、伊豆箱根鉄道により、湯河原峠から山頂まで、伊豆箱根鉄道湯河原作動線というロープウェイが、かけられていた。山頂には高い木などがなく開けており、 そこからの眺めはよく、駿河湾、相模湾、富士山、足の湖などを眺望的人気を博していたが、霧や雲が発生しやすい地形のため、ロープウェイの運行が不安定となり、1974年に休止、1977年に廃止された。山頂へ向かうためには、無線中継所用の舗装道路があるが、警察庁の重要施設もあることから、 関係者以外侵入禁止とされている。また、北陸は箱根倉掛カントリーのゴルフ場として利用されている。箱根火山と倉掛山の位置関係湯河原峠から見た倉掛山。ありがとうございます。